おい、ルスノロ。痛い。ほんと、ドジで万抜けだな。お前、少しはやり返したらどうなのよ。見てて、イライラするわ。ちょっと待って。ああ、あ。おいおい、まさかヒーロー気取りか。誰に向かって、聞いてん。いや、喧嘩は、うるせえ。うう、いや、何もできないくせに、指図するんだ。おい。ねえ、そ、うん、しろ。おい、お前を、うん。かっこ悪いところを見ろ。もしかして、はじめまして。僕は君の持っている、その機械。もし、迷惑でなかったら、ちょっと僕、ちょっと、こっちに来て。この塔は、アンテナ塔といって、僕たち。僕の名前は、もしよかったら、君の名前も教えてくれ。やめさせようとするんだけど、僕は弱いか情けないよね。僕がもっと力が強くて、だから僕に両親が強いイベントに。僕も、その装備を手に入れて、一人前、そうすれば、きっと喧嘩も止められる。僕と一緒に、伝説の装備を探し、まずは、この人に、詳しいよ。まずは、あの人に。アンテナ塔の力を使って一緒に動く。仲間の電波人間を捕まえてね。終わりたいときは B ボタンを押してね。
私を見てがっかりしませんでした。私の操る電気は家庭用には使えません。冒険に危険がつくもの。君、僕たちのことも。仲間にしてくれるんですか？これで準備できたね。行こうよ。すごい。この辺りだって聞いたんだ。あっ、あれがすごいお宝がある洞窟。どうしよう。ここはすごいお宝がある。モンスターが出てきませんように。
影だよ。あれ？きっとこれがあの人の位置よ。自分の島に戻ろう。伝説の装備についてはまだ調べるの切迫だから金子さんもいる。でこれ